ございました。東京の法大学の津川博史と申します。よろしくお願いいたします。早速ですけれども発表させていただきたいと思います。でこれ実は2年前に化合物データベースでこういう場で発表させていただいたときと実は同じスライドを2枚目に持ってきていて、で、せっかくなので前回話せなかったことっていうものを中心に発表したいと思って今日の資料を作っております。前回2年前はですね、このどちらかというとこの使う側っていうところのトピックに関して詳細にお話ししたんですけれども、今回はこの出す側についても焦点を当てて、どちらかというとだからメタボロームっていうデータを質量分析装置を使って出す側に対してもどういうふうなデータベースっていうものが利活用できて、でそれを有効活用にすることが要するに使う側の立場に立ってみても良いものになるだろうっていうことで聞いていただければと思います。でまずなんですけれども、最近ですね、このメタボロームデータっていうものを出す側と使う側において、参考資料ってなるようなものの日本語のなんて言うんでしょうか、こういう本っていうものを作りました。でその中で一つの第4章でしたかね、第4章にまさにそのメタボロームデータを出す側および使う側で必要なインフォマティクスおよびデータベースの知識っていうものをセクショニングしています。で例えばそのメタボローム解析は本当に質量分析装置っていうものを基本的には使うことが多いと思いますが、その質量分析データを解析するために必要なツールおよびデータベースで、これは代謝解析と言われるやつに特徴的な話かと思いますけど、まだまだ未知のマススペクトルっていうものが得られたときに、それをこうアノテーションするために必要なツールやデータベースの紹介。で、さらにはその、使う側というところで、例えばパスウェイ解析やその他変量解析をするために必要なツールとか、データベースに関して、紹介しているものになります。そして、最後の方に少しだけお話ししますけれども、このようなツールを使えばですね、こういうツールってどんどん最新のものになってきているので、その過去のデータっていうものを再解析することで、その既存の個別の研究では見えてこなかった新しい知見知識っていうものを出すことができるんじゃないかということで、私自身はそのようなアプローチで研究を進めて、そういうことも使って研究をしているわけなんですけれども、それに必要なデータ、レポジトリに関しても少しだけ紹介させていただければと思います。で、これに関しては、特に今回は必要ないかなと思うんですが、そもそもメタボローム解析とかメタボロームミックスというものが一体どのようなものかっていうものを簡単にこのスライド1枚でお話しします。で、その低分子化合物を基本的に相手にするテクニックのようなもので、サンプルに関しては基本的に何でも受け付けられて、でそこをすりつぶして、有機溶媒などを加えて代謝物っていうものを抽出します。でその代謝物っていうものを直接質量分析装置で計測するのではなく、ほとんどはこのようにクロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーなどを前段に置いて、その化合物のミクスチャーっていうものを分離することの工程を含みます。そしてその分離されて溶出されてきたものから順番に質量分析内部でイオン化してあげて、その質量分析内部でさらにその質量、正確に言うと M オーバー G っていうことになりますが、その M オーバー G によって分離してあげます。そしてその分離されて出てきたその結果っていうものはマススペクトルという形でレコードされて、その横軸が化合物の質量を表して、縦軸がその強度、量っていうものを表すことになります。で、例えば前段にクロマトグラフィーっていうものをかました場合、これが時系列的にモニタリングされることになるので、その液体クロマトグラフィーで分離し、質量で分離し、その強度を得るといったような形の、まさにこの次のスライドにあるようなデータ構造が得られることになります。この構造自体は、例えばプロテオミクスや
まあ、グライコミックスって言ったような、まあ、対象分子が違っても同じような、質量分析を用いていれば同じような構造になるわけですけれども、再活になりますが、横軸が、例えばこの軸がポジ時間、溶質時間ですね。で、こちらの軸が M オーバー G で、イオン強度で、それぞれの低分子化合物が、この、まあ、山々のような形によって、まあ、見ることができる。そして、この一つのイオンが一体どういう構造なのかなっていうことを調べるために、昨今の装置では、そのフラグメンテーションっていうことを質量分析内部で引き起こさせて、その MSMS スペクトル、プロダクトイオンスペクトルとかも言われたりしますけれども、そのスペクトルを、まあ、紐解くことで、まあ、構造をアノテーションしていくっていうふうな戦略になります。で、このような背景のもと、じゃあ、このようなデータ構造を、まあ、解析するためにはどのようなことをすればいいかっていうことを次のスライドで少しお話ししたいと思いますが、基本的にはこのようなことは考えなくていいですよっていうことは言いたいわけなんですが、質量分析装置っていうものは、このように各社、メーカーによって様々なフォーマットで出力されます。そして、まあ、このような、フォーマット独自の、その API っていうものを存在するんですけれども、基本的にはアカデミアサイエンス、こういうのは一次データって言われるやつですが、アカデミアサイエンスとしては、やはりこのようなデータ形式一つ一つ相手にするのではなく、この二段目に示す共通フォーマットにまず変換してあげることで、このようなデータを解析することの方が効率的だということで、実際に、コンソーシアム的にもこのようなデータを使うことが多いです。で、特にこの MZML っていうものは一番その国際的にも推奨されているデータフォーマットになっていて、プロトウィザードのコミュニティから配布されている MS コンバートっていうもので、まあ、作り出すことができます。で、その結果はこのように ASCII、まあ、テキスト形式ですね。テキスト形式で出力されるわけですけれども、例えばこの本当にまさに1点目のデータポイントのマススペクトルの情報っていうもののメタデータがこのようにマークアップで表示されていて、例えば MS レベルは1、ネガティブ4モード測定であって、結果はセントロイド化、まあ、これはちょっと今日お話ししませんが、プロファイル化セントロイド。で、まあ、ピーク強度とかトータル4強度っていうものはどういうものだったかっていうふうなメタデータがついて、まあ、液体クロマトグラフィーとかガスクロマトグラフィーの場合はこのように保持時間といったようなものもレコードされることになります。で、肝心のマススペクトルはっていうと、このようにちょっと文字列、要するに圧縮されている形式になっているので、文字列になっておりますが、これを、まあ、適切にコンバートしてあげると、この M オーバー G の方のバイナリーアレって言われるようなものでは、この、例えば M オーバージョンの出力ですね。112っていう、174、182、212っていう、まあ、配列、情報が得られて。で、同じ配列長さの、こう、それぞれの M オーバージョンに対するイオン強度っていうものが、別の、マークアップのところに格納されているっていうものが、まあ、それこそ、時系列ごとに、これ、ファーストデータポイントって書いてますが、次にセカンドデータポイントっていうものが含まれることになります。で、まあ、このような、私自身は、どちらかというと、このようなデータ構造の中から情報を抽出することが、得意な人間ですけれども、まあ、昨今、ここまでは、既存ツール、例えば、私自身が作っているプログラムでいうところの、MS ダイヤルっていうプログラムは、もう MZML とかにも変換せずとも、本当にこう、生データをそのものを、まあ、このプログラムに読み込ませてあげると、まあ、メタボローム情報っていうものが、自動的に出力されるような、仕組みになっています。で、もう、解析対象となる、分析科学のテクニックっていうものも様々受け付けることができて、ガスクロマトグラフィー出力分析や、まあ、LCMS、さらには、イオンモビリティって言われるような、もう一次元の、分離方法に対応したようなものだったり、さらにはデータ取得方法もかなり様々で、データディペンデント型のアクイションのデータやデータインディペンデント型のアクイションデータにも、まあ、基本的にはメタボローム解析で使われるようなそのデータ取得方法に、まあ、対応したプログラムになっております。ただ、本日の講習的には、ただにこの
まるっと読み込ませるわけじゃなくて、ちゃんとデータベースの知識を持っていれば、本当に有用な代謝物テーブルっていうものを効率的に得られますよっていうことを、まあ、伝えることができればなと思っています。で、どういうことかというと、このデータ処理、プロセッシングっていうものは、まさにこういう基盤でも良いのかなと思いますが、まだまだメタボローム解析っていうものは、この名前付けですね、代謝物のアノテーションって呼ばれるような作業が、まあ、まだまだノウハウ地味たものになっているかと思います。で、押さえるべきポイントとしては、大きく分けてこの1番と2番になるかと思います。まずそのアノテーション戦略っていうものは、この計測方法によって、ことになるかと思います。で、大きく分けると、ガスクロマトグラフィーなのか、それともそれ以外なのかですね。で、LCMS なのか。で、その LCMS の LC っていう液体クロマトグラフィーのセパレーションの後に、質量分析内部でイオンモビリティによるセパレーションをしているかどうかの、合計3つのタイプに分けられるかと思います。で、本日は主にこの真ん中のLCMSMS といったような形に主に焦点を当てて発表したいと思います。で、さらにっていう風な話なんですけれども、これはコンソーシアムの話ですが、そのアノテーションの信頼性っていうものをちゃんとレベル分けをして記載することが、ハイジャーナルに行けば行くほど、厳しく見られることになります。で、対象分子及びこの計測方法によって、そのアノテーションレベルで推奨される定義っていうものが私自身はあるのかなって思っていますが、一番古いものとしてはメタボロミクススタンダードイニシアチブっていうもので、これは主に最近ではこのガスクロマトグラフィー質量分析に対応したアノテーション定義で、エマ・シマンスキーが提唱したその5段階レベルって言われるようなものは、その LCMSMS やイオンモビリティ MSMS に適合する。もっと具体的に言うと、精密質量が取れる質量分析装置において有効な定義かなと思っています。で、メタボローム解析の中でも脂質メタボローム、リピドミックスと呼ばれるやつですね。そのリピドミックスにおいては、また少し違った定義っていうものが別途行われていることになって、これは本当に最近ではアクティブなフィールドになっていて、その定義書っていうものが2022年今年にも新たに提出されているようなものになります。じゃあこれについて詳しく見ていく前に、じゃあこのアノテーションっていうものに必要な、まずはデータベースっていうものがどのようなものかっていうものをこのスライドに示しております。で、アノテーション用のライブラリーファイルとフォーマットっていうので、基本的にメタボローム解析っていうものは、この MSP っていうライブラリー、まあ、データベースって言ってもいいかと思いますが、で、格納されています。で、次のスライドで、このフォーマットに関して、詳細を示しますが、例えばこれは、私が独自に管理している、その MSP のライブラリーになります。で、これどのように見るかと言いますと、例えばその LCMSMS 用のマススペクトルデータベースっていうものは、今その無償のものだけですね、公開できるものは、有償のものとかを含めるともっと増えるわけなんですけれども、無償のものは私の方から無償で公開していて、このおそらく、例えばこれだったら1万6千ほどの化合物のマススペクトルが格納されていて、まあ分析条件によって様々にスペクトルの取り方があるわけなんですけれども、まあ、合計するとおよそ30万ぐらいのスペクトルレコードが含まれていると。で、そのネガティブイオンモードの計測データとしては9000化合物で4万ほどのスペクトルレコードがあります。そして、ガスクロマトグラフィー用のスペクトルライブラリーとしてもこのように含まれていて、およそ5000種のユニークなコンパウンドで、3万種類ぐらいのスペクトルレコードっていうものを公開しております。で、実際にこのようなライブラリーっていうもののフォーマットがこちらになっておりますが、これもこちらから提供しているライブラリー以外にも、自分たち自身でこういうデータベースやライブラリーっていうものを整理していきたい。と思う方も、実際に分析っていうものをやっている方は、多いんじゃないかなと
思いますが、この MSP 形式っていうものは決して難しい、最初は難しいかもしれませんが、テキスト形式の単純なフォーマットになっておりまして、自分でも本当にテキストエディターによって加工することができるものになっております。で、GCMS 用と MSMS 用で、実際にやったことない人はちょっとこれからちょっと辛いことになるかと思いますが、私自身が推奨するそのメタデータ、どのようなものを揃えておくと後々便利ですよっていうことをお話しさせていただくと、先ほどインチキーとか紹介されましたけれども、基本的には名前ですね。名前、 GCMS 用だったら名前と、そのインチキー化合物独特のアイデンティファイアですけれども、とオントロジーとスマイルズで、その GCMS だったらリテンションインデックスとか、定量用の M オーバージーとして何を使うかっていったような情報が含まれていると、まあ、解析に便利となります。ただ、本日は、こちらの話はほとんど行うことはないです。で、またの機会に、話させていただければと思います。で、右に関しては、使用頻度の高い LCMS、MS の解析にどのようなメタデータを整理しておくと良いかなっていうので、当然名前ですね。その化合物が検出される M オーバー G の値。で、そのイオンフォーム、これはプロトンロスとして検出されるであろうという形になっています。そしてその組成式や、その化合物のオントロジー、認知域、で、スマイルズ、で、リテンションタイム、文字時間。で、これはイオンモビリティを使う場合は、オリジョンクロスセクションっていう値のその衝突断面積である CCS の値やイオンモード、ネガティブイオンモードなのかポジティブイオンモードなのかで計測される。そしてそのマススペクトルっていうのが M オーバー G インテンシティ、M オーバー G インテンシティっていうような形でその配列としてレコードされているっていう風な、ここに示すメタデータを整理、大変かもしれないですけれども、整理しておくと後々便利ですよっていう風なことになります。で、本日はこのようなメタデータを揃えるために、必要な情報っていうものを、なるべく、教えることができればなと思っております。で、さらにですけれども、アノテーションするために、必要な、整理しておいたら便利だよっていうふうな、ライブラリーフォーマットとしては、もう一つはですね、このような、通常の本当にテキスト形式って呼ばれるようなものになります。これは本当にアノテーションのために、必要なものになるわけなんですが、これも分析科学の話ですが、メタボライトを定量するために、皆さん、内部標準物質っていうものを生体資料の抽出液と同時に添加することっていうものが多く、そしてその内部標準物質っていうものは、基本的には天然界に、天然物として存在し得ない化合物、もしくは、ここに示すように、この安定同位体、置換、標識された化合、これだったらハイドロジェンがデューテリウムに7個置換されたようなものとしてやっている例なんですけれども、このようなデータっていうものはこの上で示した MSP ファイルに含まれていないことが多いで、自分だけが知っていることが多い情報ですので、その化合物の名前および検出されるはずの M オーバー G 文字時間でイオンフォームやインチキーで、フォーミュラ、スマイルズっていった、同じ、メタデータですけれども、形式としてはこのような Excel フォーマットとして、管理しやすい、ものを用意しておくと、その LCMS や、データのアノテーションに、便利ですよっていうことで、少しだけ紹介させていただきました。で、これ MS ダイヤルを使う時の話ですけれども、必ずタブ区切りテキストで保存しておいてくださいっていうふうな内容になります。で、このような、アノテーションを行う、ライブラリーを使って、アノテーションを実際に行っていくわけですけれども、重要な背景知識としては、このアノテーションのレベル分けをする必要があるということです。で、今回は、特に、精密質量が取れる LCMS、MS に対して、特に、その、脂質以外の化合物、に関してよく推奨されている5段階レベルに関して紹介したいと思います。で、これ、元々のニュアンスをしっかりと伝えるために、もう本当に英語で持ってきているわけなんですけれども、エマシバンスキーが提唱した5段階レベルのそのレベル1っていうものは、
これは本当に理想的な環境というか、自分で標準品を持っていて、それを対象成分としている場合です。で、なので、その、今回私がアノテーションしたやつは、本当に標準品の保持時間、M オーバー G、そして MSMS のすべてと一致していると。さらに、液体クロマトグラフィー質量分析では、基本的にはステレオケミストリーが識別しづらいところもあるので、もし可能だったら、さらにオルソゴナルなメソッドも、レコメンディットですよっていうふうなことです。で、レベル2のアノテーションっていうものはどういうものかっていうと、これは少し、難しいんですけれども、先ほど、こう、言ったように、このように公開されている、自前では取得していない、具体的に言うと、保持時間を知らない、公共のライブラリーっていうものを使うことで、MSMS のマッチングに基づいてアノテーションできて、かつ、もうその成分以外に他の候補が見つからない場合に、レベル 2A としましょう。そして、このようなデータベースには存在していないけれども、この M over G、もしくは、この専門的な言葉で言うと、ニュートラルロスが出ていて、さらにこの生物種を分析しているのだとしたら、この、診断イオンに基づいて化合物が一義的に決定できる、間接的に定義できる場合があると。で、そのようにアノテーションした結果をレベル 2B としますと。で、ほとんどがレベル3になると思いますが、マススペクトルのシミュラリティマッチだけでアノテーションした場合は、その異性体っていうものが基本的には識別しづらいことが多いです。で、なので、このようにこの化合物に出ているわけなんですが、OH とか NO2 はどこについているかわからないけど、おそらくこのあたりについているよっていうレベルでわかる場合をレベル3。要するにアイソマーが他に存在するケースをレベル3としましょう。で、構造はおそらくほとんどわからないけれども、組成式ぐらいはわかるよっていうものがレベル4。そして、M over G のみ、そして、ブランクサンプルとかには、検出されていない、おそらく生体由来の、化合物を見ていますよ、でもアンノンです。っていうものが、そのレベル5として表記されることになります。ので、皆さんのその作られた MSP、使う MSP ファイル、およびそのアノテーションの、基盤によって、このようなレベル分けを適切に行って投稿すると、プラクティカルにはレビュアーとかエディターに、文句をつけられにくいっていうふうなことになるかと思います。で、ここからは、このアノテーションの定義の話を終えたんですけれども、このメタデータを整理する上で、必要なデータベースとかツールっていうことを紹介したいと思いますが、これ前回もお話ししたかと思いますが、インチキーを整理すると、ハッピーなことが多いです。で、低分子の一義定義としてインチキーがよく使われますが、基本的には27桁の文字列になっていて、先ほど紹介があったインチを、コンバートした形に、絶対27桁にコンバートしたもの。で、最初の14桁っていうものが、ストレオケミストリーを除いた、その、コネクティビティだけを表すもの、ところ。そして次の8レターっていうものが、ストレオケミストリーを表すところで、あとはそのバージョンナンバーとか、カチオンなのか、アニオニックフォームなのか、ニュートライズフォームなのかっていう風な形で、定義されるものになります。で、最初データベースを自分とかライブラリーを管理するときに、このようなインチキーを一つ、ちゃんと準備しておくと、後々便利ですよっていうものが次に、あるわけなんですが、このインチキーがあれば様々な ID に変換可能。本当に昨今、パブケムやチェビーで、データベースっていうものが非常によく整備されているので、この、基本的にはこういうインチキーを準備すると、そのような、キュレートされたデータベースのツールをうまく使って、その自分が欲しい ID にコンバートしてくれるようなツールっていうものがございます。例えばこのケミカルトランスレーションサービスっていうものでインチキーをインプットとして、アウトプットをケグにして、そのコンバートっていうボタンを押すと、このようにインチキーに
入力したインチキに対応する KEGID っていうものを取得することができます。そして、先ほどの次なんですけれども、低分子化合物を扱う場合は、その代謝物のクラス、オントロジーを整備しておくと、まあ、パスウェイとして議論するときに便利であることが多いので、そのオントロジー化っていうことをよくやったりするんですけれども、その先ほどチェリーに関してツリー構造っていう話になっていましたが、もう一つ有用なツールとしてはこのクラシファイアっていうふうなプログラムがコンソーシアム的に今すごい引用されているものになっております。で、このクラシファイアってどういうことをしてくれる枠組みかというと、この化合物に関してキングダム、スーパークラス、クラス、サブクラスっていう風な形で、その化合物構造を階層的に定義してくれているようなものです。そして、まあ、このような、まあ、入力としてはスマイルズを入力すると、一昔前はこのスマイルズを入力すると、このように、階層立てたオントロジーを返してくれるような、ツールだったんですけれども、本当に昨今、そのパブケムに登録されているすべての化合物に対して、もう向こう側で、すでに、こう、変換を完了してくれているので、その、まあ、これはまた別のグループなんですけれども、その、クラシファイアバッチっていう風なプログラムで、インチキーのリストを投げてあげて、このクラシファイっていうボタンを押してあげると、ここに示すように、このインチキーをデータベースサーチして、そのキングダム、スーパークラス、って言ったような形のオントロジーに変換し、そしてそれを CSV ファイルとしてダウンロードをできるような基盤っていうものがすでに整っております。非常に便利かと思います。で、今までの話っていうものは、化合物の構造が分析科学的に一義的に、まあ、無理やり定義しているような感じですけど、定義できる場合、に有用なものになるかと思いますけれども、例えばその脂質メタボローム解析、リピドミックスっていうものは、そのまあ文化、カルチャーとして曖昧な、要するにマススペクトルで表現可能な化合物表記方法っていうものがあるでしょうっていうような定義がこう決められています。で、ちょっとこれ脂質やっていなく人だったら暗号にしか見えないと思うんですけれども、一番わかりやすい例のこのジアシルグリセロールっていうことに、今日はフォーカスしたいと思います。で、このジアシルグリセロールっていうものは、このような構造をしているわけなんですけれども、質量分析のマススペクトルから必ずしもこのような構造が定義できるとは限りません。フルストラクチャーのデスクリプションとして、この下に示す、この SN1 の位置に16の0、そして SN2 と呼ばれるこの真ん中の OH に18の1、そして二重結合1は9位のその Z アイソマーですよっていうような表記でできる場合もあれば、このようなステレオケミストリーはわからないけれども、少なくともこっちの SN1 のところに16の0で、SN2 のところに炭素数18、不飽和度が1の足力がついているっていうレベルでアサインできる場合がある。で、このポジションはわからないけれども、少なくともこのジアシルグリセロールのどちらかにパルミチン16の0、18の1がついていると言える場合もあるし、それさえもできなくって、合計の炭素数が34で、不飽和度が1であるっていう風な場合でアノテーションされるケースもあります。で、このようなアノテーションっていうものは、まさに昨今のリピドミクス解析ツールで読み込んであげれば、そのマススペクトルのクオリティに基づいて、このようなアノテーション結果を返してくれるわけなんですけれども、このような結果が返されたところで、例えば、マルチ昨今のマルチオミクスとか、その、データベース検索っていうものが難しいものになるんです。で、そのようなツールも、昨今整備されて、来ておりまして、まだまだ開発段階かと思いますが、このようなリピットリンクスっていう風なプログラムも公開されております。例えばこのリピット ID コンバーターっていう風なツールを使って一体どんなことができるかというと、ここの示すように、これもはや呪文のような形になるかと思いますが、DHA、これオメガ3脂肪酸、ドコサヘキサエン酸と呼ばれるやつですね。で、もはやこれ全てが呪文のように見える方も多いと思いますが、この
構造って、このシノニムスも含めると、構造っていろんなバラエティ、これだけ言われてもかなりいろんなバラエティがあるかと思います。で、そして先ほどの、このような抽象的な名前、まあ、すごい簡単にこの抽象的な名前であったとしても、本当にパブケムとかに検索可能な、その、表記方法に、変換してくれる、方法を算出してくれるっていう風なプログラムが、このリピット ID コンバーターというものになります。詳細はお示ししませんが、まあ、この、実際言っていただいたら、どのようなものかっていうものを、まあ、分かっていただけるかなと思いますし、実際に質量分析でリピドミクスを行っている方には、有用なツールなのかなと思います。で、先ほどの、ここのやつのリピットリソースリンカーですね、に関して、一部紹介させていただきますが、これはまさに、クロスリンク、リソースリンクに、まあ、こう、有用じゃないかなって私自身はすごい思うんですが、この PLPC って、これ知らない人何のことかわからないと思うんですが、これは、パルミチン酸、リノール酸、コンテイニング、ホスパジル、コリンの略、私、シスやってるのこれわかるんですけれども、これ言われてもわからない人が多いですよね。で、これを、例えばこういうものに、投げてあげると、ちゃんとこのインプットリピットネームとして、まだまあわかる、先ほどのホスファシルコリンで、パルミチン酸がついていて、炭素数18の飽和度が2で、その二重結合1が9、12で、両方 Z フォームであるっていう風に、まだ構造的にわかる形で変換してくれると。で、さらに、この View Resource Details っていう風なボタンを押してあげると、様々な、その化合物、のデータベースのリンクっていうものを表示してくれるような仕様になっていて、本当にそのリピドミックスの、まあ、質量分析で得られた脂質メタボロの結果っていうものをデータベースへのリソースと結びつけるためのツールと、まあ、なりつつあるようなプログラムになっているんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっとデータベースのリソースとして、今日、せっかくなのでお話ししようと思ったのが、このケモンインフォマティクスのリソースになります。ちょっとだけ冒頭にお示ししたように、さっき今まで紹介した MSP に基づく、もしくはテキストライブラリに基づくアノテーション戦略では、まだまだ未知の、イオンっていうものが存在することになります。で、そのような、イオン、未知イオンをアノテーションするツールっていうものも様々にあるわけなんですが、今から紹介するのは、その、まあ、どちらかというと、その内部に含まれているデータベースっていうものもいいリソースになるんじゃないかっていう紹介になります。まあ、ちょっと、手前ミスですが、私自身が開発している MS Finder っていうプログラムに関して、紹介も兼ねてお話しすると、まあ、これは本当に未知のマススペクトルをインプットしてあげると、候補の組成式っていうものを出してきてあげて、その、ま、マススペクトルの、プロパティに基づいて、組成式っていうものをランキング付けしてあげると。で、まあ、ランク付けされた組成式っていうものは、まあ、おそらく正解だろうって組成式が得られた場合は、化合物のデータベースに構造情報を取りに行って、で、その構造情報の候補の中から、インシリコのマススペクトルフラグメンテーション法と、実際の、MSMS と比較、妥当性を評価することで、まあ、こういう化合物が最もらしいんじゃないですかっていうふうなことをアウトプットするようなものになります。で、具体的にどういうふうな、使い方になるかというと、これ、先ほどのデータ処理の方ですね。質量分析の生データをポーンって渡してあげて、解析してくれる MS ダイヤルっていう風なプログラムですけれども、これを、やってあげると、例えばこの、同じメタボライトが違うイオンフォームとして検出されている例になりますが、まあ、このような、どのようなイオンフォームで検出されましたよっていうことは、まあ、MS ダイヤルが教えてくれます。でも、この、代謝物は未知の、どの MSP のどの化合物にもヒットしませんでした。じゃあ、これが一体何かっていうものを、調べるために、ここで右クリックとかを押してあげて、その、まあ、MS ファインダーの方に送ってあげて、で、そのツールのところで、まあ、どのような、その、対象エレメントをターゲットにするのか、そして得られた組成式候補に対してどのような化合物からデータを見に行くのか。
っていうことを、まあ、簡易的に設定した後にシンプルにダブルクリックしてあげると、このマススペクトルの、情報に基づいて、おそらくこのような組成式が一番もっともらしいんじゃないですかっていうような形で組成式を出してきてくれて、で、理論値とのズレとかも評価することができます。で、この組成式なんだなと思いながら、じゃあ次構造の候補っていうものを、まあ、このように、閲覧、キャンディデートを含めながら閲覧することが、で、このインシリコのマススペクトルと比較しながら最もらしさっていうものを、スコアも含めて評価することができるわけなんですが、今回着目してほしいところっていうのは、この組成式の候補を算出する場合に、このデータベースの情報っていうものを非常に効率的、なんか、こういうのもあれですが、データベースの情報というものをうまく使っている点にあります。つまり、候補の、要するに未知のこのスペクトルというものは、こう、マススペクトルのライブラリに登録されていないだけで、その、実際に既存の構造である可能性の方がよっぽど高いわけなんですよね。なので、そのような構造、候補の中から探索した方が、効率的でしょうっていうことで、このリソースとしてすでにデータベースに含まれているものは、スコアが高くなるように実は設計されているようなものになります。で、このようなコミュニティの中で、まあ、こういうものを紹介すると、実はこの MS Finder の、プログラムパッケージの中のリソースフォルダに、この .esd、まあ、いろいろあるわけなんですが、.esd っていう風な、拡張子で含まれているもの。これ Excel にポーンってそのまま投げてあげると、この Excel 形式で開くことができるんですけれども、これには化合物の名前、およびインチキー、そしてそのエグザクトマスや組成式スマイルズ、そしてどのデータベースに含まれているかっていうものを、先ほどのチェリーとかパブケムも含めて、その ID っていうものが全部振られているようなデータベースになっております。で、このような、情報っていうものを、まあ、それこそ再利用していただくと、まあ、自分でも結構、いろんなことができるんじゃないかなと思って、今回紹介させていただきました。で、このようなアノテーション戦略に基づいて、やっとできました。このようなメタボローブテーブルっていうふうな話になるわけなんですが、このような、理想的には、この最終目標としては、この代謝物の名前や、このイオンホーム、や、このインチキーやオントロジー、そしてスマイルズが整理されて、かつそれぞれの定量値がサンプルごとに格納されているテーブルが、まあ、できればハッピーです。で、このようなテーブルを作ることができれば、まあ、あと多変量解析っていうのはこういうツールがありますよっていうのを紹介したのが2年前のお話になります。で、本日も少しだけリマインドチックに紹介したいと思いますけれども、例えば、まあ、今から喋るのは最後、この辺の話になります。で、そういうふうなデータテーブルっていうものができると、昨今ではこのようなパスウェイ解析に使えるリソースっていうものが本当に充実してきていて、このコンパスっていうものでは、そのケグのパスウェイ、リアクトーム、およびウィキパスウェイの、そのパスウェイマップの情報の網羅性っていうものをちゃんと調べたところの論文もありますし、また最近ではこのサイトスケープの枠組みで、まあどういうふうなノードエッジフォーマットであったとしても、しっかりとこういうプログラムでインポートできるような仕組みが整ってきていますので、この自身のメタボロンデータさえしっかり取っていれば、そしてインチキーっていうものをしっかり登録していて、それで ID っていうものにちゃんと変換しておれば、このサイトスケープへ投げ込んだ時のパスウェイツールとして本当にフレキシブルに使うことができるんじゃないかなと思います。そしてまあ、本当に有名なものとしてはこのメタボアナリストっていう風なプログラムがあるわけなんですが、これ本当にすごいのはもう本当に様々な統計解析、メタボローム統計解析っていうものをツールを提供していて、先ほどこんなにインチキーが大事ですよって言ってたんですけれども、これ、もうメタボライトの名前を入力 していれば、その、本当にデータベースシノニムスとか全て考えてくれて、インチキー変換、ケグ ID 変換、HMDB 変換っていうふうなことを内部で、全部やってくれて、しかもそのキュレーションも、そのウェブアプリケーション中ですることができる、本当に優れたものになっております。で、このようなデータを、まあ、メタボアナリスト、のパッケージ投げてあげると、あなたが今回コントロールと
そのまあ何か比較したい群で比較したときに、あのガラクトースのメタボリズムっていうものがまあこう活性更新しているんですよっていうような解釈をするためのメタボライトセットエンリッチメントアナリシスっていう風な結果を返してくれたりとか。で、これなんで今回あの申し上げたかというと、このようなエンリッチメント解析をメタボロのあの情報でもすることができる本当にデータベースっていうものが本当にこう整備されている現状があります。例えばこのガラクトースメタボリズムっていうところに含まれているメタボライトセットっていうものをもうすでに準備されていて、そのメタボライトセットの中に今回あの要するに有意差が得られた代謝物セットはこの3つでしたよ。で、これをフィッシャー検定することで、まあこのようなあのエンリッチメント解析の結果をあの返してきてくれるようなプログラムにあのなっており、これができるのもこのようなデータベースというものが整備されているからだと思っております。で、あのこのようなあのツールっていうものはこのように KegID とそのログのホールドチェンジのリストを投げるようなメタボライトのあの情報プラス、昨今このメタボアナリストではこの統合解析、遺伝子やプロテインの同じような情報っていうものを投げてあげることで、その統合解析をするようなことができるような枠組みっていうものも提供していて、同じように、このようにエンリッチメント解析っていうものをするための、このメタボライト及びジーンセットっていうものを、あの、整備されていて、この整備されたデータベースがあるからこそ、あの、このようなエンリッチメント解析っていうものがフレキシブルにできること。で、およびこのようなエンリッチメントセットっていうものは自分でもダウンロードすることができて、これちょっとマニアックな話なんですけれども、あの、全部、メタボログ解析のちょっと難しい点は、このメタボライトセットに含まれている代謝物の全てが検出できるわけじゃないっていう、ちょっと難しいところがあるんですが、それに自分独自にカスタマイズすることも、あの、可能になっているっていうのが、あの、本当に、あの、素晴らしい点なのかなと思っております。で、あの、このように今までそのデータ処理のところからアノテーションのツール、そして、あの、まあ、この解析プラットフォーム、多変量解析のプラットフォームっていうものが、どん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 インプルーブされている昨今の、あの、状況っていうものを、あの、活かして、あの、同時に進行しているレポジトリもうまく活用しましょうっていうのを最後に、あの、発信できればと思いますが、今まで紹介したように、質量分析のデータサイエンスっていうものは、ちょっとゲノムに比べると、まだまだ裾野が浅いんじゃないかなと思っていて、それは、まだまだ、あの、こういう教育コンテンツのことも充実化っていうものを今後やっていかないといけないなとは思うんですけれども、本当にこのデータの性質を理解して、その、することで、このようなメタボバンクとか、メタボロミクスワークベンチ、およびそのメタボライツっていうものに、そのメタボローム解析に実際に取得された質量分析の計測データっていうものがこうアップロードされているわけなんですが、本当に例えば自分ががんの研究をしているのであれば、がんっていうオントロジーでそのサーチしてあげることで、その過去に取得されたその生データをダウンロードすることができます。で、そのダウンロードした生データに対して最新のインフォマティクスのツールを使うことで、そのまずはこのその研究であの、自分の研究と、まあ、同様の結果が得られているか。で、および過去のデータでも、本当に新規の知見が得られる可能性が、ここにはあるっていう風な形で、あの、非常に魅力的な、あの、本当にデータソースっていうものが公開されているんじゃないかなと、私自身は思っております。はい。まとめになりますが、その出す側と使う側、っていう話で、本日はですね、この赤で示したところをちょっと少ないところもありますが、紹介させていただきました。ちょっとまとめて、実際にこれがどこがどこに対応するのかなって、後ほど見ていただければ幸いにございます。で、最後になりますけれども、私自身、まあ、このデータ処理とか、で、それに付随するデータベースっていうものを自分自身のところでどん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 作っている人間ですけれども、まあ、最近こういうふうなツイッターによって、その、こう、アナウンスメントをするようになったり、さらにやっぱりこういう、まあ、統合 TV もそうですけれども、やっぱりこう、使い方っていうものを1分から5分ぐらいの、
細かな動画に切り分けて、その機能それぞれに対してやっぱり使い方っていうもののコンテンツをアップロードすると、まあユーザー側にとっては幸せなのかなということで、独自に YouTube チャンネルを立ててはいるんですけれども、これがぜひこういうふうな NBDC の枠組みと連携できればなと私自身は思っております。で、最後ですけれども、まあこのような研究に興味がある方は私までご一報いただければと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。